ドイツ領東アフリカ、ドイツ領東、アフリカ、ドイツ領東アフリカは、東アフリカに存在した、後のブルンジ、ルワンダ、およびタンガニーカ、タンザニアの大陸部の3地域を合わせたドイツ帝国の植民地。面積は99万4996平方キロメートルで、ドイツ連邦共和国のドイツの3倍に近い。 1880年代から第一次世界大戦にかけて存在し、戦後イギリス帝国とベルギーに占領された後、委任統治領となった。1884年頃、探検家でドイツ植民協会の創設者、カール・ペータースはザンジバルから海を隔てたアフリカ大陸東部に入り、原住民の主張らとドイツの保護を求める契約を結んだ。 ベルリン会議終了後の1885年3月3日、ドイツ政府は、ドイツ保護領東、アフリカを設立する意向であること、ペータースのドイツ植民地協会に、2月17日に、密かに、ドイツ保護領東アフリカ統治を維する直興を与えた、ことを公表した。ペータースは、その後、現地を縦断し、南ポールフィジ川、及び、北方沿岸ブラム近くのビツ、ウィトランド、 ツワヒリランドとも、へ展開する、様々な専門家つった、ザンジバルのスルターン、アフリカ大陸インド洋沿岸部の、実質的統治者だったが、ドイツの進出に対して抗議した際、ドイツ最小ビスマルクは5隻の軍艦、ビスマルク級、コルベット、シトシ、グナイゼナウ、ライプツヒ級コルベット、プリンツアダルベルト、アルコナ級フリゲート、エリーザベトなど、を派遣した。 艦隊は8月7日に現地に到着し、方向をするターンの宮殿に向け発した。イギリス帝国、ザンジバルから支援を求められていたが、それに応えず自らも東アフリカに進出したドイツ及びフランスが協議した結果、1886年に大陸部を分割して、お互いの境界線、それに伴いザンジバルの支配地域もを定め、イギリスは後のケニア、 イギリス領東アフリカをドイツは後のタンガニーカを領有することとしザンジバルの支配地域はザンジバル島など東アフリカ沖の島しょ部及び大陸沿岸から10マイル1 6トル、内陸までとされたフランスは小諸諸島領有の英独承認と引き換えにそれらの境界を承認したイギリスの支援を得られなかったザンジバルは同意せざるを得なかった ドイツは速やかに、バガモヨ、ダルエスサラーム及び、キルワ地区を支配下に置いた。1888年、アブシリの反乱が発生し、翌年に、イギリスの支援を受けて鎮圧した。1890年、イギリスとドイツは、ヘルゴランドイコール、ザンジバル条約を締結。ザンジバルやウィトランドは、イギリスの保護領に、北海のヘルゴランド島を、ドイツ領とし、 ザンジバルの支配地域だった沿岸部を買収してドイツ領東アフリカの権限範囲を定めた境界線は1910年まで不明確なままだった。1891年から1894年の間、市長、ムクワワに引きられたがドイツの進出に抵抗したが結局他の部族がドイツ側についたため敗北した。ゲリラ活動を続けた後、 ムクワワは追い詰められ1898年に自害した。1905年、まじまじ反乱が発生し、植民地総督グスタフ・アドルフ・フォン・ゲッツェン伯爵により鎮圧された。しかしその後間もなく、腐敗と残虐行為の不祥事が明るみに出て、1907年、ドイツ最小ベルンハルト・フォンビューローは、植民地省を設置し、ベルンハルト・デルンブルクを長官に命じて、 植民地統治の改善を指示した。それは植民地統治のモデルケースになり、第一次世界大戦中の原住民の驚異的な忠誠にその結果が現れた。ドイツ人植民地管理官は秩序を保ち、徴税に関しては原住民部族の主張に厚い信頼を置いた。現地警察以外では中流軍、防衛、隊が110名のドイツ人、将校、 42名の軍を含む、126名の、歌手間及び2472名の現住民兵へ、アスカリで編成され、ダルエスサラーム、モシ、イリンガ及び、マヘンゲに配置された。第一次世界大戦勃発時、ドイツ領東アフリカ防衛隊は司令官、パウル・フォン・レッドウイコール・ホルベック大佐、当時に引き入られ連合国軍と戦った。レッドル,ホルベックは、 この戦争を3000名のヨーロッパ人将校と1万1000名の原住民がすっかり及び、ポーターと共にイギリス軍を繰り返し攻撃して国付けすることに費やした。イギリス軍は30万名を要する強力な部隊で、この時第二次ボーア戦争を指揮したヤンスマッツに引き入られていた。列島イコールホルベックの最も大きな戦功はタンガの戦いにおける勝利で、彼は 自軍の8倍以上のイギリス軍を打ち破った。列島イコールフォルベックはゲリラ及び奇襲作戦を展開し、最終的にイギリス軍に大量の物資と少なくとも6万人以上の損失を強いた。それにもかかわらず、圧倒的な兵力差、特にベルギー領、コンゴ軍が西から攻撃してきた後と補給の検証は列島イコールフォルベックに撤退を余儀なくさせた。 最終的に、列島イコールホルベックは、配下の小規模な部隊と共に、ドイツ領東、アフリカを出て、ポルトガル領東アフリカ、後のモザンビークに侵入し、その後北ローデシア、後のザンビアに侵入し、ドイツの休戦協定署名から3日後に、休戦の知らせを受けて、戦闘停止に同意した。戦後、列島イコールホルベックと、彼のドイツ領東アフリカ防衛隊は、 第一次世界大戦において唯一敗北しなかった植民地軍数で劣る敵に対してはしばしば退却したがという英雄として外戦した。東アフリカでドイツ軍と共に戦ったアスカリには後にバイマル共和制及び西ドイツから恩給が支給された。ドイツ軍軽巡洋艦 K ニヒスベルクも東アフリカ沿岸で戦った。K ニヒスベルクは 燃料の石炭を使い果たし、1915年ルフィジ、川川口で沈没した。乗組委員は、その後地上軍に参加した。ベルサイユ条約によりドイツ領東アフリカは、分割され、西側を、ルワンダイコールウルンディ、後のルワンダとブルンジとして、ベルギー領に、ロブマカワイ南の気温が三角地帯、後のモザンビークの位置を、ポルトガル領に、 残りをタンガニーカと名付けイギリス領とした。ドイツが東アフリカに進出した際、多くの地域ではそれまでザンジバルのスルターンが用いていた統治組織を受け継いだ。これは各村に順米村長を置き、いくつかの村を治める秋田、軍長と呼ばれる中間統治者を政府が任命するというものだった。秋田は読み書きのできる、主に アラブ人やスワヒリ人が選ばれたが、後に教育を受けたその他のアフリカ人も採用された。ただし、内陸部の大規模部族に対しては、部族の主張を中間統治者として、正式に、あるいは暗黙のうちに承認した。これら中間統治者は、道路や橋などの土木工事への労働不疫、政府のキャラバン隊の二役、ドイツ人の経営する農園への労働者などの供給、あるいは、 家屋税の徴税などを行った。主張あるいは村長は徴収した税金の5%を報酬として受け取った。納税は勤労が原則であったため、換金作物の栽培が始まっていない地域では、不益、強制労働で代用する制度も用意されたが、これは住民には不評だった。不益に応じない住民に対しては、秋田や主張により、家屋が焼き払われたり家畜が没収されたりした。 1905年に、この無報酬の労働不益から、賃金労働の制度に改められ、賃金の中から納税するようになり、また、人道税が導入され、家屋税から徐々に切り替えられていった。家屋税と人道税を合わせた税収は1909年には311万、マルクになり、植民地税収の34%を占めた。内陸の早族の住むブコバ地域、 ルワンダ王国及びブルンジ王国の3地域は人口が集中し中央集権的制度を持つ大規模な部族が支配する地域であったため植民地政府は間接統治方式を取り3地域を自治区とし、おあるいは主張は内政に関する権限を与えられた各自治区にはドイツ人駐在官が置かれ経済開発のアドバイザーとなるとともに 外国人や現地住民の出入国を監視した。これら自治区では経済開発が遅れ、調税が実施されたのは1910年代に入ってからだった。商業とその成長はドイツの指導の下で本格的に始まった。4万ヘクタール以上にわたり、サイザルアサが栽培されており、最も大きな収入源となっていた。大規模な綿花のプランテーションのほか 200万本のコーヒーの木と8万ヘクタールにわたりゴムの木が植えられていた。当初、ドイツはヨーロッパ人入植者を優遇する政策を取っていたが、まじまじ反乱の後、ドイツ植民地省初代長官、デルンブルク及びゲッツに代わり東アフリカ総督に就任したゲオルクルブレヒトフォン・レヒエンベルクは植民地政策の重点を 少数のヨーロッパ人保護から現地アフリカ人による農業開発へと移した。早くから経済の発展は信頼できる輸送手段に依存すると理解されており、これら農業生産品の市場への流通は、タン賀から模試へ至るウサンバラ鉄道、北方鉄道が開通した1888年に始まった。最も長い路線。現はダルエスサラームからもろごろ、 タボラを経由式オマに至る全長 1250km に及んだ。レイヒエンベルクは内陸部での換金作物導入を促すため、鉄道建設を優先させ、最終的にタンガニーカ古島岸まで開通したのは1914年7月で、それを記念し、大規模で賑やかな祝典とともに、農産物の見本市と貿易博覧会が首都で開催された。 鉄道開通とインド人商人の働きなどにより、内陸部で換金作物が急速に普及したが、鉄道建設はドイツ国庫からの建設借款により行われていたため、植民地政府は借款返済の大きな負担を抱える子になった。1914年の植民地政府歳入の32%が借款返済に充てられていた。港湾施設は電気クレーン、鉄道敷設、 倉庫などが建設あるいは拡充され、タンガ、バガ模様及び林理では、不当が改築された。1912年にはダルエスサラーム及びタンガに356隻の蒸気貨物船及び旅客船と、1隻を超える湾岸船及び機内貿易船が入港した。1914年までにダルエスサラーム及び、周辺地域の人口は16万6千人となった、1 5 0人の ヨーロッパ人を含み、ドイツ人はそのうち1000人。東アフリカ保護領全域では3579人のドイツ人がいた。それ自体でダルエス・サラームは全熱帯アフリカの模範的都市となった。これらすべての努力にもかかわらず、ドイツ領東アフリカは決して祖国のために利益を上げたというわけではなく、本国財務省からの助成金を必要とした。 他のアフリカ植民地所有者ベルギー、イギリス、フランス及びポルトガルとは違ってドイツは初等学校、中等学校及び職業訓練学校の開設といったアフリカ人教育プログラムを施行した。1924年第一次世界大戦が勃発して10年後、そしてイギリスが支配してから6年後、現地を訪れたアメリカフェルプスイコール、 ストークス委員会は次のように報告している。ドイツ領東アフリカで最初に郵便切手が発行されたのは1893年で、ドイツの切手にの文言とペサ、ドイツ領東アフリカの通貨での額面が数字されていた。1900年、ドイツはすべてのドイツ植民地で共通のデザイン、皇帝のヨット、ホーエンツォレルン号が図案を採用した切手、 ヨットを発行した。ドイツ領東アフリカの切手の額面に用いられた通貨単位は現地通貨のペサ及びルピー64ペサで1ルピーであり、発行地域名はドイツオストフリカと表記された。1905年通貨単位が変更となり、新通貨ヘラー表記の切手が発行された100エラーで1ルピー。ドイツは戦況が悪化し、 植民地への切手の供給が困難となった後も、切手を発行し続けた。1916年発行のスカシーリイチルピー、切手はその恒例である。この切手の神聖な使用例は極端に珍しく、2万ドル以上に評価される。ドイツ領東アフリカ発行の切手の大半は10ドル以下で売られているが、高額面の切手と初期のかすり切手は100ドル以上に評価される。 ベルギー及びイギリスに占領された後、それぞれの占領軍は臨時の切手を発行した。1916年、ベルギー占領地では、ベルギー領、コンゴの切手に、いくつかの表記でカズリを行った。最初は、ルアンダ及び、ウルンジとカズリされたが、実際には使用されなかった。次に2つの言語で、エスト・フリコン・アラモーン、オキペーション・ベルジー、デューツ・クスト・アフリカ、 ベルジョッシュ・ベザ・トゥングとカズリされたシリーズが発行された。1922年、これらの切手は、額面変更化すりをなされた。1916年初頭、イギリスは、ニアサランドの切手に、N、カイ、ナイアセランド・フォース、ニアサランド軍を示すの、カズリを行い、その後1917年、東アフリカ及び、ウガンダの切手に、GEA とカズリした切手を発行した。 同様の数理は、東アフリカ及びウガンダ保護領発行の切手にも見られるが、これらはタンガニーカ成立後に発行されたため、タンガニーカの郵便紙の一部とみなされている。鉱物資源の探査の際に南東部の林理方面の中世代の地層から恐竜の化石が発見され、1909年にはこの場所からブラキオサウルスの全身骨格が発掘された。 このブラキオサウルスの標本はドイツ本国に輸送された後数十年の作業の末に復元され世界最大級当時の標本として有名になった現在ベルリンのフンボルト博物館に収蔵展示ケントロサウルスの発見も同じ場所でドイツの発掘隊によるものである楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください